ヤシコ&長と、半蔵はこの葉の団蔵という男と手を組み、俺たちを抹殺しようとした、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。もうマダラと共謀してるだろ団蔵ってなるくらいろくなことしてない。むしろ共謀してた方が救いがあったというか、何も関係ないせいでナルト三大諸悪の根源の一柱に入っちゃってる。今回の再ブームで長年批判されがちだった相談役や長座で再九尾事件を中心に擁護的な再評価がされた中でやらかしたことの再確認に終始した団蔵はすげえよ。こんなことやらかしてんのに地雷屋が長と育てたからこの葉襲われたのだ、とかの玉うつらの皮の厚さと醜さがマジですごい。勝手にアンズ動かしてやったのがこれ。この時点で片目隠してるのが鏡のシャリンガン殺して奪ったなって。結局これやらかしても火影に慣れてないのが団蔵なんだよな。いや結果は失敗だったけどこれは正しい。どうにかなる範囲の半蔵と手のつけられないリンネガンならリンネガン潰しておいた方がこの葉のためになる。まあその判断のおかげでこの破壊滅したんだが、火影の座を奪うために。地雷屋の弟子なのに。はいはい、わしのせいわしのせい。オロチマル、団蔵、マダラで三代なのか。団蔵、マダラ、オビト、カグヤ、ゼツで三代なのか。運が火影になるのが最も世のためになるって思い込みが最悪な思い込み。イタチ兄さんの言葉が刺さる刺さる。団蔵を江戸転生して洗いざらい悪霊吐かせといた方が後々のために良いのでは。ナルトの悪は三つの流派がある。かぐや流、団蔵流、卑劣流。何がひどいって、雨の国が暁と半蔵のせいで平和になったら俺らはどこで戦争すればいいんだよ、という理由で仲間割れを引き起こしたこと。それくらいなら現実にもままあるだろうしまあ。卑劣様は江戸転生という素晴らしい術を残した偉人だぞ。アニメだとここさらに立ち悪いことしてたな団蔵。最初はうまくいってた半蔵と暁の間、マッチポンプで咲いてそれややしこたち殺す計画に気づいた暁メンバー殺したりもしてたはず。わわわ。団蔵はなんでそんなに争いことがしたいの。暗躍が趣味なのか。団蔵の功績って委員長ぐらいじゃん。メインヒロイン作ってもまるで払拭できないってすげえや。団蔵は殺していいやつだから。目的、里を守る、手段、汚いことも辞さない、だったのがそのまま手段が目的になった説はある。烈様は卑劣だけどこいつは姑息。卑劣様だったらどうするのかって思ったけど、初期暁の若者たちが頑張るグループは、割と賛同しそうだよねあの人。平和を願う組織を自国の利益のために潰す人ではない。卑劣の根底は、みんな平和に幸せになるっていう柱間の理想だからな、と滑る文章だ。卑劣様はそもそもロマンチストだからな。三代目の孫弟子たちでもあるのに。最後まで弟子を守れなかった地雷屋先生が悪いよな。火影、イコール里。この根として寛容なのが火影、イコール里。ニアイコールわし。はほぼ等しいって意味ね。これずっと気になってんだけど、半蔵と組むことがどうやって火影の座を奪うことにつながるんだ？もしや卑劣って呼び名はだいぶひどいのでは。そう呼ばれる覚悟の一つもなければ、江戸天人間爆弾はやれんと思う。どの道団蔵はろくなやつじゃねえんだ。何やったとしても江戸天の卑劣さが薄れるわけではない。別に誰かが介入して歪めたとかそんなんじゃないからな団蔵。誰のせいとか時代のせいとかでもなくナチュラルボーンクソ野郎。いや時代のせいではあるだろう。団蔵再評価はされない？そんなものはない。無料でも団蔵はいらない。無敵モード連打してもやられたからしょっぱいイメージしかない。甘いのだ何もかもが。なんだかんだで作中トップクラスの破壊描写のあるフートン使いだから。団蔵のあたり見てなかったけど、手まりの後半イモリ伐採よりも大規模な破壊描写なの。あれでも下忍でこれはやりすぎだろって思ってたのに。マダラほどの力はない。人望もない。そして徳もない。この葉の負の歴史を全部あいつが悪いって、追っかぶせる生贄として団蔵は必要だよ。あんなんにシャリンガン貯金全部食いつぶしたんか。でも里を陰から支えてきた功労者だぞ。忍者としては現役時代の方が強かったんだろうな。単純に年食ってシャリンガンでゴリ押ししてたから、本体スペックがだいぶ落ちてそうだよな。人望も徳も皆無なのに、あそこまで上り詰めたのすごくない？腐っても猿の同期だし、実力もあるだろうから。腐ってるけど。猿が衰えてなお、往年の戦闘スタイルのままオロチマルをしてたのと比べると、フートンと口寄せ、コンボの威力こそあるけど、そこ以外ほとんどメダよりのゴリ押しだったからな。団蔵にまさかのうっかり。希代の火影このわしだ。オビトもイタチも、サスケが戦ったらまず殺される相手って認識なんだよね。
なんだかんだ言っておいてるとはいえ、元火影直属部隊だからな。とりあえずトラブルが起こったら、一旦持ち帰って処理する。隣の人を推薦する。三代目と肩を並べた男だ。騎大様。余裕な態度で無敵モード発動してたけど、たとえ勝っても今後の計画とか台無しだろあれ。もう無用範囲での弾道の出番終わってるじゃねえか。一応ちょっとだけ火影だったのにカウントされないし、遺体もないから最後に呼んでももらえない。追加されてる汗のほとんどがコピーでダメだった。イザナギ残機に頼りすぎて、慢心しまくってたって感じなのかな。隣の人が本当に火影にふさわしい人材だったの、笑っちゃう。このハマるの親だっけ。実力もあった、若い頃はもうちょい得もあった。区内に風まとわせるやつも、かなりの高等技術な気がする。止水の目なしでも、こいつなら無駄な暗躍をいろいろしてたんだろうなって、負の信頼がある。実力はすごかったって言っても、それだけ強かったのになんで、里の友人に表へ出てこねえんだよ。ってことになるのがひどい。前回の無用だと、団蔵なりに里のことめっちゃ考えてんだな、と再評価された後に、そんだけ強えのに、キュービ事件とペイン事件スルーしたのダメすぎみたいになってたな。ペイン事件の時は、部下からも出なくていいんですか？って言われてんのが本当にダメ。隣の人割と推薦したら、文句が出てこなそうなのが笑う。顔が売れてないのは暗部にとっては最高だが、里のトップとしてはさすがにな。強さがまあまああったなくらいしか。しかもシャリンガン貯金のおかげだし。ことは松上、量産型イザナギ、爆口寄せ、封筒遠距離、近距離、がちょっと硬すぎて怠慢だと崩す手段が見当たらない。そして本来はこれに大量の根の精鋭がついてるわけだから、要塞みたいなユニットだったはず。株と関連のとこだけ見ても、それやる意味ある？のオンパレードすぎる。こいつがまだらの言う、本末転倒な現象の体現者なんだと思う。犠牲を出すのが前提になってる。というか他はまだ価値判断する目が狂ってるだけで、ギリ里のためと言えるかもしれんが、カブトのは。よしでは、この作品の根幹すぎて、こいつがいなかったらの F が、一切成り立たないのすごいと思う。大名とかご意見番の方がまだ再評価されてた。卑劣様がおとりになった時の、半ば遺言に近い言葉の無落を行きすぎる。遠い未来じゃなくて、よりにもよって里創設した初代二代目の次に当たる世代で、これが出てくるのあんまりすぎると思う。後世の人間に遺失部とか無理でしょ。って言いたくもなるような早期の伝達失敗すぎる。ナルトや初代火影の思いを見た東大の影たちも、戦後結束しきらないし忍びの世はちょっとどうかしてる。経済問題や、土地の問題らは思いだけではどうにもならんし。岩隠れはもうだいぶ衰退が手遅れに感じるし、雨隠れはどこから手をつければよいのやら。根の人にはすげえ慕われてるのかと思いきや、割と行動に疑問持たれてるやつ。根の連中は再筆頭に、マジで里のために薄暗いことやってる感じでいいよね。よく考えると、いつでも殺せる樹印刻んでくるやつ、慕う理由ないわ。団蔵様が上に立たれたとしても、人が死滅しては。おとりはもちろん俺以外が行く、おじで言いそうな男。自分の器への異常な過信と、自分の考えに対する異常な自信、火影に対する変な信頼感、この辺が合わさってペインの保身クソジジイになってる。あの閉じてたシャリンガンって二度と使えないの、贅沢すぎない。閉じたシャリンガンは、柱間細胞でも復旧できないんだな。相談役は、キュービ戦で猿と一緒に前線出てたのが偉い。あと、今見ると穏健派だけど言ってることは大体真っ当。長戸がナルト目当てに攻めてきた。じゃあ表に出さないようにしないとな。なんで表に出すなんていうの綱で。別天神をクソみたいな使い方した挙句、潰したやつ、まあお人の手に渡ってたら、偉いことになってただろうけど。フートとルネはまあまあ出会いに感謝してるし。白眼対策の施設ボルトで役立ったし。使い捨てにするなら、視力なくなるまでアマテラス10連一斉射撃した方が良くない？アマテラスとかは個人の固有スキルだから無理。イザナギは条件揃えば誰でも使える。イザナギ使わない相手に、イザナギ複数個持っていって負けるのはちょっと。あれについては、後ろにマダラ、オビト、がいたのが原因。一定の力を残した状態で勝たなきゃいけない。いつも政治の時やってたスタイルのせいで死ぬのは皮肉。シャリンガン、うちは一族、が団蔵に利用されるたびに目を閉じていくの。サスケにとって果てしないダメージ入れてるよね。顔の部分に、腕の柱まかを凝らしたやつ好き、団蔵。いやあれおじい様。団蔵だといいんだけどな。
マジに任界をいたずらに混乱させて、悲劇の種をまいただけの、笑えないクズとしか言えない、団蔵。江戸天で起こされた時切れていいよね、卑劣様。こいつザル死んだ時どんな気持ちだったんだろうな。なあ団蔵。この歯にとっての玉は何だと思う？汚れ役になったのも里を守るため。どう？里のために手を汚せるわし。江戸転生されたら、地雷屋と団蔵が死んでた猿は、なかなかにショックを起きそうだよね。まあオロチマルが生き返ったから、プラマイゼロってことで、三条を卑劣様が知ったら、とてつもなく深いため息吐きそう。庇護すべき対象を、外に出すのなんて、事態はまあおかしくないからな。相談役的には、いたずらばかりの九尾のガキ以上の印象はないだろうし、信じろかけろというのも難しい。そもそもこいつの出る部分全開分で終わっただろ。猿が死んだ時はおとなしくしてたけど、じわじわと身の丈に合わない野心に焼かれていったのが、垣間見えて良いよね。団蔵は暴走した部分もかなり多いけど、猿は猿で火影って里のトップなんだから、それを止められなかった点は、まあ反省しなきゃいけないのはある。一度隠居はさせたんだが、また戻ってるもんな。猿もうちはクーデターは先延ばしばかりで、解決できなかったみたいな感じだけど、横でアクセルベタ踏みしてる奴がいるから、ブレーキかけるので精一杯だっただけだしな。というかイザナギを、気軽なリスポーンとして使いすぎ、そりゃ対策されるわ。カカシ先生もそうだけど、シャリンガンはうちは以外のものが使ってると、大幅なデバフかかってるように見える。イタチ視点だと、スレガは口開くたびに腐敗臭がして、三代目も口ばっかで役に立たない。って認識なのが辛い。三代目が有能だったら、そもそも団蔵は好き勝手できてない。皆さんは、ヤヒコ&ナガと、半蔵はこの葉の半蔵という男と手を組み、俺たちを抹殺しようとした、についてどう思いましたか？の感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。